じゃあ、助手誌の紹介っていう話をさせていただきます。これ、所属は理化学研究所になってますけど、4月から千葉大の方に移りました、露崎です。JOSS とか、JOS とか言うみたいですけど、Journal of Open Source Software っていう、家族付きの、科学雑誌の名前です。で、この雑誌が、起こった経緯としては、詳細はここの About というページに書かれてるんですけど、アカデミア業界で、いろんなソフトウェアが開発されて使われてはいるんですけど、論文でしか基本的に研究者を評価しないっていう状況なので、そうすると、いくらそのユーザーのリクエストに応えたり、使いやすくしたり、ドキュメントを整えてバグをなくして、みたいな感じのことをやっても、そういうのは科学ではない、本質的ではないみたいな感じで、過小評価されてしまうので、そうすると研究者は実装にあまりリソースを割けなくなってしまいます。で、その結果、再現性のないゴミみたいなコードが巷で溢れている状況になってしまうので、これは良くないということで、ソースコード自体も評価対象として、論文にしようということで、生まれたのがこの雑誌になります。なので、そのソフトウェアの、その科学的に何をするのか、どういう解析なのかとかデータベースなのかみたいな話をするんじゃなくて、どういうふうにそのコードを実装したのかっていう、コード単体で評価するっていう、雑誌になります。で、特徴としては、査読がオープンで、誰でも見える。誰がどのようにコメントをしたのかっていうのを、誰でも GitHub イシュー上で、見れるように、なっています。あと、すべて無料なので、投稿料とか、リリースとか、もうすべて無料です。で、このプロジェクト自体は寄付金ベースで行われているようです。で、あとでまた、説明しますけど、論文自体にも、GitHub リリース自体も DOI っていうのを付けて、どの内容のバージョンが論文になったのかっていうのを後から紐付けられるようにしています。で、PubMed への登録は現在準備中っていうことです。はい。で、最近自分は NN テンソルっていう、非縁型のテンソル分解のパッケージを、この雑誌に、投稿しまして、で、あともう一つ、違う、I テンソルっていうのがあって、これも、今、査読を受けているところになります。で、以降は主にこの NN テンソルを投稿した時の手順を紹介します。NN テンソル、この理研ビット以下の NN テンソルってところに、この、パッケージのレポジトリがあります。まず何をするにしても GitHub でコードは公開されている前提です。で、これは別に助数詞に言われたわけじゃないですけど、バッチをたくさん埋め込んでいるといいかなと思います。後で話しますけど、ゼノドの DOI であったり、シーランの、どのバージョンとか、月ごとのダウンロード数とか、累計のダウンロード数とか、そういうバッチがいろいろあるので、こういうバッチを埋め込んだり、R ユニバースのバッチもありますし、あと SC テンソルで言うと、これは C ランじゃなくてバイオコンダクターのパッケージなので、バイオコンダクターのバッジみたいなのもあります。で、ライセンスが必要です。自分は MIT ライセンスにしました。ライセンスっていう、こういう名前のファイルを置いとけばいいと思います。で、GitHub がこのリポジトリを作る上で、テンプレートを公開してくれているので、MIT ライセンスっていうのを選ぶと勝手にこういうファイルが生成されます。
まあ、微妙にそのライセンスごとのポリシーが違うので、まあ、他の人がどうやって、再配布していいのかとか、商用で使ってもいいのかとか、そういった細かいところが、自分のやりたいことと合っているのかをチェックしつつ、まあ、適切なものを選べばいいかなと思います。で、これはジョス氏が言っていることなんですけど、継続的インテグレーション、CI を設定するのはマストです。まあ、何でもいいと思うんですけど、まあ、トラビス CI とか、サークル CI とか、まあ、でも GitHub Actions が自分はいいかなと思います。GitHub Actions、CI っていうのはその、自分が作業しているこのローカルのマシン以外に、どっかクラウドのマシンで、テストを実行するみたいな話ですね。で、まっさらな環境からもう一度そのツールをインストールすることができるのか、正しく実行できるのか、みたいなことをチェックするっていう話です。で、GitHub 側が GitHub Actions っていう CI のシステムを、提供しているので、まあ、それを使えばいいかなっていう話で、まあ、使い方もそんなに難しくなくて、NN テンソルっていう、まあ、こういうレポジトリがあったら、こういう、.github っていうレポジトリの下の workflows っていうディレクトリにこういう YAML を、置いておくと、勝手に、このレポジトリに、変更、プッシュしたタイミングとかで、アクションズっていうのがこう実行されて、自分が設定したテストはこういうふうに動く。たまにこけてるとこういうバッテンになってたりするんですけど、まあ、こういう仕組みですね。で、自分が GitHub Actions でやってるのは、まあ、このパッケージを Docker 化して、Docker コンテナにして、よその GHCR とか Docker Hub みたいなところにプッシュして、まあ、Docker コマンドで一発でこのパッケージを使えるようにするっていうことをよくやっています。まあ、いろいろ、これはいろんな使い方ができる仕組みですね。はい。で、あと、Docker ファイルを用意して、こんなことを書きました。バイオコンダクターの Docker イメージっていうのが提供されているので、まあ、これを引っ張ってきて、さらに自分の NN テンソルパッケージをその中でインストールして、ツールズのテストインストールパッケージっていうのを実行すると、この NN テンソルの中の テストが実行されるので、これが無事通れば、先ほどのように GHCR とか Docker Hub にプッシュされるっていうバックフローにしています。で、これがうまく実行し終えたら、このバッチでパッシングってところがこう表示されるように設定をしています。まあ別にこれは GitHub Actions でやりましたけど、まあ Travis でも何でもいいかなとは思います。で、これはまあ、まず JOS 関係なくソフトウェア開発の話なんですけど、まあ、ようやくその JOS 固有の話に移っていくと、まずやることとしては論文なので論文を書かないといけないですね。で、まあ、決まりはないのかもしれないですけど、他のパッケージを見てる感じだと、そのレポジトリ以下にペーパーっていうディレクトリを切って、その中に、論文の本文だったり、引用文献だったり、フィグだったりを、置いておきます。で、ペーパーは、マークダウンで、書きます。論文はこういうマークダウン形式でこう書くようになっていて、まあ、本当にミニマムな、実行例みたいなのがドキュメントに書かれているので、まあ、それをまずコピペして、手元でちゃんと動くかを確認した上で書き換えていけばいいかなと思います。で、この VIV っていうのは、
政府で論文を書いてる人とかは馴染みがあると思うんですけど、この引用文献の、フォーマットですね。でこういう、ブックとかアーティクルみたいなタグがこう用意されていて、その中にこう、その本だったり論文だったりのタイトルや著者みたいなのを書いていく話ですね。はい。で、まあ、ペーパーにこういうファイルを置きまして、で、そしたら、コンパイルテストをします。まだこの段階だと、マークダウンなので、こういう味気ない、構造化されてますけど、人が見やすいフォーマットではない、むしろこう、機械が読みやすいようなフォーマットになっているので、これをこういう、綺麗な PDF に変換するっていうのを行います。こういうふうに左上に助数の、ロゴが入って、DOI とか著者名とか、段落ごとにこう、ブロックになってたりとか、そういう感じですね。で、助数詞はこのフォーマットにするための環境っていうのを Docker で提供しています。なので、何も考えずこのコマンドを実行すれば、この PDF が勝手に生成されます。これは自分がその NN テンソルのレポジトリの中にいたとして、その下のペーパーディレクトリに関連するマークダウンだったりのファイルがある前提ですけど、これを実行するとこういう PDF が生成されます。または GitHub Actions が書ける人は、こういう、プラグインっていうんですかね。提供されているので、何も考えずに、この GitHub Workflows 以下にこういう YAML を置いとけば、なんか、プッシュとか、そういうタイミングで PDF が自動的に生成されて、それを、ウェブブラウザーとかで見ることができるようになります。これはもしかしたら一番、お手軽なやり方かもしれないですけど、WeDon っていう、システムを、公開しています。WeDon Paper Review Service っていうやつなんですけど、自分のツールの URL をここに打って、Compile Paper っていうボタンを押すだけで、自動的に PDF を見れるようにしてくれるサービスですね。はい。好きなように、やればいいと思います。そのマークダウンがきちんとコンパイルされて PDF として見えるっていうのをどこかで確認できればいいっていう話だと思います。で、このくらいまで来ると、論文の体裁をなしてくるので、いよいよ助数に投稿しようっていうことになると思うんですけど、投稿ページがここに、助数のウェブサイトの Papers New っていうところにあります。Submit Software for Review って書いてあって、ここにタイトルを入れて、ここに GitHub の URL を入れて、ソフトウェアのバージョンとか、この投稿はどういうタイプなのかとか、どういう内容のペーパーなのかとか、あと何か特筆すべきことがあればここに書くみたいな、ことを書いて、Submit ペーパーを押せば、このパッケージがその助数側に連絡されます。はい。で、そうすると、こういうページになります。 This paper is submitted but the review hasn't started っていうので、投稿はされたけどまだレビューはされていないし、これはなんかこう前段階の状態になっていて、まずその助数に投稿する上でアカウントを作ってメールアドレスは登録しておくんですけど、そのメールアドレスにこういうメールが届いて、人の手による簡単なチェックみたいなのが多分入るだと思いますね。スパムみたいなものじゃないっていうことだと思うんですけど、24時間とか72時間以内に連絡するみたいなことを言っています。で、しばらくすると、このページが、表示が変わって、レビューペンディングみたいな
名前に変わります。で、この段階で、この、JOS の GitHub のページに行くと、この一周のところに自分のパッケージが、プレビューっていう名前で、こう、一周が立てられています。でこれすごい、バイオコンダクターにパッケージを登録したことがある人は、馴染みがあるやり方だと思うんですけど、まあ、なんでもそのパッケージの投稿に関して、まあ、この一周ベースで、やり取りが行われます。このプレビューの中見ていくと、まあ、ここもバイオコンダクターにそっくりなんですけど、まず最初は人間が出てこないで、エディットディアルボットとやり取りをします。で、この今回の投稿がこういう内容だってことはここまとめられて、ちょっと見ますか。これがまあ、プリレビューですね。レビューの前のレビューっていう感じで、で、この、イシューのページ上で、コマンドを実行できるようになっています。で、これ、@editorialbot.commands みたいな、コマンドを実行すると、何かしら、その、コマンドが実行されて、例えば、generate.pdf って打つと、自分の、ツールの GitHub ページ、GitHub の、レポジトリにアクセスして、ここに置かれたマークダウンをコンパイルして PDF にして見せてくれます。で、まあ、今こう、どういう、コードが書かれているのかみたいなチェックが入っていて、あと、文字数ですね。文字数は1000文字以内とか、なんかかなり短めに書けと言われています。そういうチェックが入って、あと DOI がちゃんとワークしてるかみたいなのもチェックしてますね。で、なんかここら辺はなんか中の人が、誰を、エディターにするかっていうので、やり取りしてる話で、あと、レビューアーを自分が推薦することができて、一覧表があるんですけど、その中で、この内容に即した専門性を持っているような人をピックアップして、レコメンドするといいかなと思います。こんな感じで、こう、エディターと、レビューアーが確定したら、じゃあ、レビューの本番を始めましょうみたいな感じで、スタートレビューっていうコマンドが実行されて、この一周は一回閉じられます。で、次に、こっちが本番のレビューですね。新たに一周が立てられて、プレイレビューじゃなくてレビューっていう名前で一周が立てられて、ここからが本番なんですが、まあ、こういうふうにこう、チェック項目っていうのがあって、各エディターはこのチェックリストにこう、チェックを入れていくってことをやります。で、まあ、きちんとそのツールがインストールできるのかとか、ドキュメントがあるのかとか、いろんな細かいところを見られていって、そうですね。これはなんかライセンスファイルがあるから、リードミーにライセンスっていう項目を書く必要はないから削除しろと言われたので削除したりとか。あとは、この関数実行してみたけど、なんか論文のフィグと同じフィグにならないみたいなことを言われたので、そのトラブルシューティングをしていた。
感じですかね。あ、ちょっと長いですが、で、二人レビューアーがつくんですけど、まあ、両方ともチェック項目は全部チェックが入ったら、エディターに、OK だと言われる感じですね。はい。で、自分の当初の実装だと足りなくて、レビューアーに言われて新たに作ったものとしては、まず、ドキュメントをこの NN 転送では用意していなかったので、あるパッケージのマンディレクトリー以下にある、まあ、簡単な関数ごとのドキュメントは作ったんですけど、まあ、その、いろんな関数を通しで、こう、使ってみせるような、ビネットっていうタイプのドキュメントは、まあ、この NN 転送では用意していなかったので、まあ、ドキュメントはどこなのかって言われて、まあ、急遽作りました。まあ、こんな感じで、こう、1、2、3みたいなので、3つ作った感じですね。あとは、コードオブコンダクト、まあ、行動規範ですね。のマークダウンを作る必要があるって言われたので、まあ、ちょっと、他の人の内容を見た感じで、こう、こんな感じで書きましたね。あと、contributing.md っていうマークダウンも書いて、これは、このパッケージを他の、人がどういうふうにこう、拡張していけるのか、まあ、どのようにこのツールに貢献できるのかみたいなところを書いていて、まあ、なんか、例えば何か動かなかったっていう事例があったら、イシュー立ててくださいとか、プルリク、押してくださいみたいなことをここに書けばいいみたいです。あとは、.github issue template bug report md というマークダウンも書いて、これは、他の人がイシューを立てるときに、まあ、どういうその質問の仕方をすればいいのかみたいなのを最初に定義しているテンプレートですね。なんか、この関数動かないんだけど、みたいなことを一言言うだけだとなかなかお互いこう時間を浪費するので、こういうデータを用意してこう実行したら、こういうエラーメッセージが出て次に進めなかった。で、自分の解析の環境は、こう、Mac でなんかこういう R のバージョンでとかそういうなんか細かいところを、最初にまあ書かせておくとかそういうためのものですね。あとは、追加でテストをしっかり書いたって話なんですけど、これは NN テンソルというより I テンソル側での、査読で言われたことなんですけど、テストカバレッジっていうのをチェックされていて、これはジョス全体なのか、このレビュアーの、結構しっかりそういうところを見る人なのかっていうのちょっと違いがよくわかってないんですけど、まあ、テストが十分に全てのコードにわたって行われているのかっていうのをこの人はチェックしろと言っています。だからまあテストを書けばいいってわけじゃなくて、自分が作った関数全部、ちゃんと、まあ、テストしきっているのか、例えば toy model .r っていう、この、スクリプトの中の関数は 100% テストが行われているけど、ica2.r は 27.65% しか、テストで呼び出されていないからもっとテストしろとか、そういうことを、言っていました。で、全体で 50% 以上になる。ようにっていうのをまあ目指しなさいということを言われました。これはちょっとテストはなんか書いてればいいという感じだったので、あ、なんかそんなにしっかりテストの内容まで見るんだなっていうのはかなり驚きでした。
で、まあ、一通り、やりとりをして、まあ、これで、OK だっていうふうに言われたら、この論文を公開する話に移ります。アクセプトされたら、まず、その GitHub レポジトリで、まあ、こういうリリースを作成しろと言われます。で、リリースのタイトルが論文のタイトルになっていて、で、そこの、備考欄みたいなところに、この、論文の内容をこう書いていくみたいな、としてリリースを作ります。で、Zenodo の DOI をこのリリースと連携させて、エディターに伝えます。DOI とか Zenodo の補足をしますと、DOI というのは Web 上で公開されるコンテンツに登録される永続的な識別子で、まあ、URL でもいいんですけど、まあ、すぐリンク切れを起こすので、まあ、それをもうちょっと中央集権的に、集めて、ここの、URL にはこういう内容があるとか、リンク切れが起きても、そこを、つなぎ合わせるようなことを、行うような、集まりというか、というものですね。で、Zenodo っていうのは、この DOI を先ほどの GitHub のリリースに対して付与するサービスになります。まあ、Zenodo の使い方としては、まず Zenodo のページ行ってアカウントを作って、GitHub アカウント連携したら、まあ、こういうふうに、自分が関わるレポジトリが全部一覧で見えるので、まあ、この横のここにスイッチがあるので、このスイッチをオンにしておけば、ここで DOI が見れます。で、この DOI っていうのは、GitHub の各、コミットごとに与えられるわけじゃなくて、リリースごとにこの DOI が与えられるので、こういうふうに一回こうリリースを作って、それに対してこの DOI っていうのが、与えられます。で、この DOI を、この文字列を、向こうに渡せば、これで、やり取りは終了です。で、最後、エディターが、エディトリアルボットアクセプトっていうコマンドを実行すると、まあ、こういうふうに、助数の論文のページが公開されます。で、まあ、これで以上ですね。全体の流れとしては。はい、まとめますと、まあ、助数っていうのは、そのオープンソースソフトウェアのための査読付きソフトウェア論文雑誌です。で、すべて無料っていうのが素晴らしいですね。で、GitHub イシューベースのオープンな査読です。で、バイオコンダクターにパッケージを投稿したことがある人はすごい、馴染みがあるやり方だと思います。で、査読を経てソフトウェアとしてより成熟したものに仕上がります。まあ、例えば、まあ、なんかもっとドキュメントをしっかり書けとか、テストを書けとか、GitHub の設定ファイルでこれが足りないとかいうのを言われるので、まあ、それにこう答えてるだけでも、ソフトウェアとしてもかなりしっかりとしたものが出来上がるようになるので、まあ、それだけでもかなり価値があるかなと思っています。はい。以上になります。じゃあ何か質問とかあれば、まあ、なんかすごいチャットが盛り上がってますね。そうですね。新田先生が一つしてるのが、トラビスは最近オープンソースプロジェクトでは使いづらくなっているらしいというコメントがありああ。まあ、元から完全にタダでもないかったりしましたし、あ、でもここに書かれてるのはまたちょっと違うんですかね。ちょっと後で見てみます。まあ、ここにリンクしたのは多分その当時の、話なんですけど、2020年ぐらいから、有料化になって、で、その時に多分、たくさんのオープンソース開発者がそこから出ていたと思うんですけども、最近はまた状況が少しは変わったかもしれないんですけども、でも、まあ、その話でした。はい。ありがとうございます。あとは、梅さんからで。4つぐらい質問したんですけど、これ1個目がですね、結局そのクランとかバイオシーだと、なんか出した後も大変じゃないですか。で、その管理とかっていう意味で、継続性という。今回この論文はそこまで問われるんですか？同じような感じ。クランとかにあれば OK って感じ。
そうですね。そこをチェックはしてるのかな。このチェック項目に何かあったかもしれないですが。どっかがあれば、まあ、そんなに文句言われないかなと思うんです。そうですね。まあ、結局、このパッケージの、このバージョンに対しての論文みたいな感じなので、DOI と対応付けていて、この後、そのパッケージが、なんかプロジェクトが終了したとか、動かなくなったとか、そういうところまで言及はしてないような感じがするんですけど。わかりました。はい。なんか、あと、なんか、今さっきふと、なんか、やりとりを見せていただいて思ったのが、やっぱなんか、その、クランとか、バイオシーとか出すと、もう、専門家じゃない、R の専門家っていうのが分かってる状態で出してますけど、なんか、こういうのって、そういう、なんかソフトウェア、の、まあ、なんですか、そういう分野の方ですけども、なんか使ってる言語ってそれぞれみんなバラバラで、なんかさっきもなんか R はよくわかりませんみたいなことをチャットで書いてる人もいらっしゃったんで、そうですこね。れ、専門家、そのレビューするときになんかその、なんかちょっとレビューは見つからないとか、なんかちょっとそういうのがっていうのあるのかなと思う。ちょっと疑問に思ったんです。専門家、あ、どう分かれてるのかなみたいな。そうですね。まあ自分も多分テンソルだからだと思うんですけど、なかなか MM テンソルはレビュアが見つからなくて、まあ結構2、3ヶ月待った感じですかね。あ、そうなんです。やっぱそんな感じなんです。まあ、レビューはあの一覧があるんですよね。ちょっと今見つからないんですけど、まあ、なんか Excel みたいなので表になっていったのがあって、で、まあそのレビューごとの専門性とか、得意な言語みたいなのが全部一覧で見れたと思うんですけど、で、それでうまくこう自分の内容と合う人がいれば、その人に、お願いするみたいな、そういう流れだと。あとは、一つのチャットで、それぞれのレビューは対応は大変そうですね。ああ、まあ。なんか、何々さんに向けてみたいな。複数に相手しないといけないんですね。まあそうですね。スラックみたいに、なんて言うんだろう。あれなんて言うんですかね。スレッドか。スレッドみたいな感じで見れないので、ちょっと GitHub イシューベースだと、ちょっとごちゃごちゃするかもしれないですね。あとは、GitHub のリリースは、スナップショットが作成されるんでしょうか。あ、そうですね。そのバージョンの、中、まあ、なんかソースコード、まあ、それをジップしたものとかが、毎回、スナップショットとして置かれるので、例えば、まあ、このリリースで言うと、まあ、こういうリリースを助数に、ドコスレで作りましたけど、まあ、中のソースコードはこういうところに、置かれています。全ノードにも置かれてますね。ああ、ゼノトンにも書いてます。あとは、福島さんからで、助数への投稿からどれくらいの日数で採択公開までかかりましたでしょうか。NN テンソルは、すごい時間がかかって、半年くらいかかったのかな。レビューアーが見つかるまでにも、1、2ヶ月、いや、そんなかかんないか。ちょっと今見えますかね。NN テンソルで最初に投稿したのが2022年の12月で、4月、ん？あ、これはレビューか。
フリーレビューの方は、22年の10月ですよね。で、レビューが見つかって、じゃあ、査読入りましょうってなったのが、12月なんで、2ヶ月かかった。2ヶ月かかったんですね。で、レビューが始まって、終わるまでに、12月から最後、4月なので、やっぱ半年くらいかかってますね。NN 転送に関しては。まあ、ちょっと圧倒的にレビューアーが足りてない感じなんですね。多分。全然見つからないし、あと、言われた通りに、こう、修正しましたっていうふうに連絡しても、なかなか連絡が返ってこなかったりとか、感じで結構ゆっくりですね。そんなに迅速に論文を公開できる感じではなかったです。アイテンソルに関しては、でも、レビューアーは割と早く見つかりました。まだ今、査読してるとこなんで、まあ、今後どうなるかわかんないですけど、フルレビューに関しては、4月に投稿して、2週間で、2週間前だから、6月頭ぐらい、2ヶ月で見つかって、で、まあ今に至る感じか。で、割ともう、このレビューアーたちはかなり返信が早いので、そうですね。割ともう終わるんじゃないかって雰囲気が出てます。なんで、3ヶ月かかんないかもしれないですね。NN 転送では半年、I 転送では3ヶ月ぐらいかなって感じで。平均はどのくらいなのかわからないですね。ちょっと統計取ればわかるかもしれないですけど、そんなに早く、1ヶ月とかで、公開までできるようなタイプではないかなと思います。はい。あと何か質問、コメントありますか？シュウキさんのやつって、もうバイオシーに出してて、はい。で、こっちにも出してて、それでこんだけ、なんか、イチャモン言われてるってことなんです。まあ、バイオシーじゃなくて、C ラン、クランの方。クランの方に出してるから、ああ、そっか、そしたらあんま言われてない、ね。ああ、そうですね。まあ、ドキュメントに関しては、バイオコンダクターだとマストですけど、C ランの方は別にマストではないので、作ってなかったんですけど、助数では言われたので、まあ、やっぱそれをこうは作らないといけないんだろうなっていう感じですね。うん、